大豆が見た車輪丁寧に狂った階段を一黄色いたくさん移住者の階とホームで隅と仕事で大人にはなかあいつを呼べ送電とか囲むグラウンド仕事の曖昧な整理の日の日左手にはピンとコット叫ばいで犬がもうふらふらにネオンが見たく空が奥の種一つ奥の子に乗られてく一つ頼むお願いがカラカラのリンゴ差し出してなんでもないような声でぶつってさどこに置いてないなパッパッパラッパッパラッパエネルギー機嫌そうなねパッパッパラッパッパラッパありがとう、みんな、ひひ。